死んでしまった。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかめっちゃ斜め向いとるけど、顔は斜め向く仕様になっとんか。デルカダール神殿へ向かう。デルカダール神殿ってどこなん？なんかこの辺、この辺普通に目で見えたりとかはしないのかい？石の村の近くの方かな。ということはちょっと、ということはちょっと南の方へ向かっていかねばならんのか。え、なんか何気にさ、見えたよね。見えてなかったっけ？見えてたような気がしたんだけど。お、なんかBダッシュをしようとしてしまうんやけど。しようとしてしまうんやけど、めっちゃジャンプだけで終わる。おう、ズッキーニャが軽快に横切ろうとしていく。へいへい。あれからまただいぶレベルも上げたけんね。余裕な感じで。よし、魔物の群れをやっつけた。どこ？またここ入っていかんといかんのかな。え、でもここ入ってったらあれよね、村出てすぐのところになるんか。え？あれは城やろ？城よね、あれ。どこですか？え、どこですか？デルカダール神殿とやらは。始まって早々よくわからないんだけども。え、なんかヒントみたいなのあったっけ？あ、なんかいいよったよね。なんかいいよったような気はするんやけど。びっくりした。進めんのかと思った。進めんのかと思った一瞬。この辺からなんか分岐できるとか。デルカコスタ地方、あ、こっちじゃない、こっちか。こっちか。一旦デルカコスタ地方の方に出てみて、そこでもう一旦ちょっと地図を開こうかな。はあ、ダッシュができない。こっちの方向でよかったよね。え、でも、あれよね。神殿の名前は向こうじゃなかったっけ？こっちにあるんかな？デルカコスタチ、お、そうそう、チーズ。あ、デルカダール神殿あるじゃないか。ん？あれ？え、あれじゃ、これか。これ？この階段上がったところ？ですか。早走るの。走るの早。よね、これやね。デルカダール神殿。オッケーオッケー。ここにレッドオーブがあると。ルキの豆知識。お、来た来た、デルカダール神殿。お？これは？お店？お店じゃないの？人いない。え、人いないよ。お、魔法の小瓶を手に入れた。この奥とか別に何もないんやね。そしてこれも読めるわけではない。え、別になんか休憩に使えるわけでもない。ベッドがあるとかいうわけでもないのね。何用のテントかよくわからんけど。なんかいろいろとノートが開けられとったってことは誰かがいたんだろう。ちょっと前までかどうかわからんけど。
なんか始まりそう。お、え、兵士たちめっちゃ倒れとるけど、奪われた？おいおい、どういうことだこれは。兵士が倒れている。一体誰がこんなことを。ん？風が。そよーっと、地下への階段。返事がない。すでにこと切れているようだ。マジか。倒れてるだけじゃなくて、もうお亡くなりに。この辺なんかないの？宝箱的な。うん、何もなさげ。とりあえず下へ降りていくか。はぁ、あ。え、あれはモンスターじゃないのか。モンスターじゃない。ただのコウモリですか。階段降りたところにも、おお、いっぱいいるのね、兵士。誰か一人ぐらい。一人ぐらい。お？この先には行けないの？へい、行けない。なんかスモークいるけど。なんかスモークいるけど。お、モンスターいるじゃないの、普通に。ホイミスライム。この辺の部屋とかなんもないの？部屋だよね。なんだ？ポヨンポヨン言ってたけど。ポヨン、こいつは何気づいてないのか、こっちに。そしてなんか向こう、なんか3匹ぐらいで話し合いを、話し合いをしよるっぽい感じやったけど。あ、この辺も結構余裕でいけるね。イエーイ。インプたちをやっつけた。お、なんか、なんか背後で。ほら、なんか超話し合ってない。え、消えた。消えたよ。消えたよ、壁の向こう側に。何も置いてないんやね。宝箱ぐらい用意しといてくれてもいいのに。宝箱ぐらい用意しといてくれても。あ、あっちが行く方向っぽいけど、こっちの方なんもない？ん？あ、なんか落ちとる。おお、なんだなんだ、びっくりしたー。モンスターかい。モンスターかい。樽が落ちとんかと思った一瞬。じゃあ私は君たちの間に落ちてるアイテムが拾いたいんだけど。メタッピー。とりあえずホイミスライム先にやっつけとかんとね。ホイミで回復されたら、めんどくさいから。結構なダメージを受けたよ。待って、回復をしたい。ホイミ。よし。まだけ、あ、でもやっつけれるか。やっつけれるか。ゾーンに入らんかな。二人とも入ったら連携技が使えるのに。えい。あ、やっつけたかと思った。やっつけれない。よし、オッケー。お、宝箱。銅の鉱石を道具袋に入れた。そしてこれ。コウモリの羽を手に入れた。コウモリの羽。こっちは、こっちからは来てないのか。別の部屋。あ、宝箱ある。うわっと、びっくり。めっちゃびっくりした。急に現れた。ちょっと回復がしたいんだわ。よし。神の回復。え？君もホイミをと、唱えるのね。でもまだそんなにダメージ与えてないよ。私も回復を。あ、でも結構なダメージを与えられる感じ。あー、ホイミを唱えないで。そう、インプを先に。おお、会心の一撃やったね。やったね。回復する前に。あ、ゾーン入ってよ。
神のゾーンが終わってるじゃないら。神のゾーンが終わってるじゃないか。何やってんだい。連携ができねえ。お、体力が。おお、やったね。イエーイ。そしてちょっとそこの宝箱をください。お、騎士団の服を見つけた。騎士団の服やって、装備は装備、絶対旅人の服よりいいよね。ほらほら。え、で、神の方は、あ、旅人の服一緒か。ってことはこのまんまだな。あ、びっくりした。動けんと思った、一瞬。一瞬動けんと思った。メニュー閉じてなかったよ。でも、この方向にはなんかちょっと瓦礫で進めんっぽいから。こっちから来たんやったっけ？あ、こっちこっちこっち。そう、こっちに行きたかったの。こっちの方向か。うお、びっくりした。移動の仕方びっくりする。移動の仕方超びっくりするけんやめてくれるかな。あれ？これさっきと同じとこじゃない？え、待って待って待って。こっちじゃないわ。あ、これか。見えねえから。見えねえから。あ、こ、あ、そんな高いとこ登っていけるならあれぐらいの瓦礫越えていけるんじゃないの？ねえ。ねえ。外に出てきた。え？外に出てきましたけども。どこへ行けばいいかな？とりあえずちょっと周りを。あ、宝箱。あ、これも登っていけそうな雰囲気。力の指輪を見つけた。間違えた。力の指輪。神アクセサリー何もつけてないもんね。よし。え、これは上がれないの？何？どういう基準？え、どういう基準なん？上がれんやん。さっきより低いと思うんやけどな。ねえ。ねえ。とりあえずあそこは上がれないっぽい。ここから出てきたんよね。え、こっちも行けんくない？ここは越えれるとか。ないな。え、あの宝箱のためだけなの、ここ。なるほど。じゃあ、まだ他に行く道があるのね。どこだ？あ、向こうからも神殿外部に出れる。ということは、見えてなかったでしょ。なんか今超飛びかかってこようとしてない？どこだ？こっちか。あ、さっきのなんか、悪だくみしてそうな3人。ん？外部ってこっち入り口の方かな？違う？別のとこ？お、2人ともゾーンに入った。お、びっくりした。シャドウアタック。いきなりなんか個人で使われたんかと思った。これさ、単体じゃなくって全体攻撃とかやったらいいのにね。なんか一匹だけに集中攻撃っていう。おし。あ、こっちか。こっち行ってないね。え、行ってないんじゃないわ。言ってないんじゃない？さっき何にもないねって言ったところや。あるわ。これか。なるほど。これでまた神殿外部へ。こっちもまたあれじゃないん。宝箱だけとか言う。あっちに行けそうやけど、ちょっと待ってね。とりあえずぐるっと見回して、こっちは行けない。こっちはいけない。これさっきと違うとこやろ？違うとこやね。うん。うん。上がってきたとこ違ったもんね。あ、なんか落ちとる落ちとる。あ、そしてここはいけそうかな？獣の皮を手に入れた。
はなんでやねん、それぐらい上がれるやろ。段差以上ジャンプしてるじゃないか。ここは獣の皮のために出てきたってことか。どういう、最後つかなきゃいけないところはどこなんだ。一応なんかいろいろと、あそこの階段迎える？なんか途切れとるよね。こっちは、あ、こっちから行けるのか。向こうからが行けなかったのか。おー、びっくりした。え、こっちって帰って行きよるよね。こっちから来たよね。あ、ですよね。ってことは、あっちに行かんといかんのか。あっちは？どうやって行くんだ？あ、なるほどね。なるほどね。あそこの真ん中のところにたどり着かんといかんのや。いやー、入り口まで戻ってきてしまったわ。インプがすごいピョコ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 跳ねようんやけど。あ、ここで。こっちに。どこが行ってるとこでどこが行ってないとこなんだか。あ、こっちね。オッケーオッケー。どんどん地下に降りていけばいいということか。今上層だから。お、仮想に移ってきた。めっちゃぐるぐる回る。これ最終的にめっちゃ強いやつがおるとかそういうことは。お、なになに？モンスターに乗れるの？フィールドでキラキラして見えるモンスター、バトルで倒すと乗り物を残していきます。乗り物を残していく。モンスターによって様々な能力を使えるようです。この部屋にいるキラキラしたカラクリエッグも倒すと乗ることができます。モンスターの能力を使わないといけないところがあるのかも。あ、そういう。え、なに？ジャンプ力が高いの？カラクリエッグは。これってことよね。あっちのカラクリエッグは乗れないのか？どういう差があるの？キラキラしてるわ。キラキラしてるわ。とりあえず、回復。あー、そっちは回復しないでくれ。しかも自分。しかも、あ、めっちゃ高い。そういう感じね。そういう感じでジャンプしていけるところが。あ、途切れとった部分とかがいけるようになるってこと？あ、違う。神。とか、なんか段差になっとるけど登れんかったところが登れるようになるとか。てか、あれ中に乗ってるのか、モンスター。きっと中身あれよね。スライム的な感じよね。多分、形的に。いやー、神が。死んでしまった。死んでしまった。私が死ぬ。ほいみほいみ。いやー、耐えて。おお、いける、いける。ほいみほいみ。あ、やっつけれたかと思った一瞬。全然やっつけれてなかった。あ、でもそろそろ。よし。死んでるけど一人。お、カラクリエッグの乗り物に乗れるようになった。おー、すげえ。なんかちょっと縮んだ。R2 でジャンプ。高い。てかさ、これで、おお、なんかちょっと移動速度も速いぞ。魔法の聖水を2個見つけた。これ着とったらモンスターに気づく、なんかおるぞ。あれか、レッドオーブとやらは。けこいつは楽な仕事だぜ。このオーブをあの方に渡すだけで、褒美は思いのままって話だからな。おい、何の話をしてるんだ。
その方が俺がいただくぜ。けけけ、なんだお前ら。ああいい、ここに来た風を呪うんだな。え、2匹 ?2 匹なの。イビルビーストたちが現れた。ちょっと待って、とりあえずちょっと神ほいみ、あれだな、満タン使ってから挑めばよかったかな。勝てるんかなこれ勝てるんかな。あー、私がカミュしかいないんですが、いやー死んでしまった。つえーな。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。